仕事と非仕事と日は、平氏をどすが、紀元前700年頃に書いた828節から、なる古代ニリシアの歌。この詩は二つの世間一般の定説をめぐって展開されている。具体的には、労働こそ人間のすべてであり、働く者だけが得ることができるということである。研究者たちはこの作品を、新天地を求めての植民地下に奮い立つばかりの、 本土ギリシアの農業危機という背景に対するものだと考えていた。また、古代の互い報い関係の崩壊について記した文献であるという指摘もある。仕事と日は財産をめぐって争っていた弟のペルセースに語りかける形で、まず女神エリス、パンドーラー、人類の5つの時代の神話を語り、続いて誠実な労働生活の助言、英知、諸生術を教え、 汚い金儲け、怠惰、不正な裁判官を非難する。兵士をドすは、正義も不正も、地上を見回る不死なる神々には、お見通しで、労働は、すべての善の源とみなされ、神々も人間も、蜜蜂の巣の,巣の中で何もしない、ごっくつしの蜜蜂に似た、働かざる者を憎んでいると語っている。仕事と日はまたプレイヤーですおびシリウスについて、 言及した最初期のものでもある。シリウスはセイリオスと表記され、その意味は輝く、またはより熱いである。ありがとうございます。